5人の競輪ギャルが100万円目指して競輪に挑戦。目指せ100万円競輪ギャル。この番組は5人の女子たちが100万円目指して競輪に挑戦。ルールは簡単。 Facebook のいいねの数が軍資金に。いいねを獲得するごとに10円を加算。集まった軍資金をもとに車券を購入。そしてその軍資金が100万円になれば勝利。軍資金がなくなればクビ。果たして競輪ギャルたちは100万円をゲットできるのだろうか。頼む、あと1周です、1周です。あと粘ってくれ。頼みますよ、頼みますよ。え、ちょっと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 、お願いお願い。持ってないですね、本当に。ちょっともうこれはもう、今日でちょっといろいろ学べたので、次からまたちょっといろいろ違う挑戦をしていきたいと思います。私に、この残念な私にいいねをお願いいたします。皆さんこんにちは、競輪ギャルの浅野美穂です。はい、前回皆様に Facebook のいいねをしていただいたと思うんですけど、なんと50いいね集まりました。皆さん本当にありがとうございます。感謝感激アメラレでございます、本当に。で、前回残ったのが200円なので、合計700円今残っております。で、この700円の軍資金で今回は絶対に勝っていきたいと思うので頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は500バンクということで、前回400バンクだったと思うんですけど、今回500を挑戦できるということで、500の何が違うのかっていう、400と500、穴をつけやすいというのをちょっと聞いたんですよ。なるほど。はい、ということで、そこをちょっと狙ってみようかなと。狙って行って、また違うのもちょっと狙っていこうかなって今回思ってるので。だけど予想するのに、はい、まあ、何かしら決め打ちはしないと。そうですね、決め打ち、大体はちょっと考えてきました。でも、でもやるかいや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 、はい、こういうわちゃわちゃした感じもちょっと欲しいので。あ、なるほど。はいはい、お願いします。1番が逃げてくれると2番はこう風よけになって、2番目の人が有利になります。8番は有利ですね。ただこの8番の人、うん、107点って多分ね。そうですね、2番目に低いですね。2番目低いんですよ、はい、ただね、ちょっとね、心もとないというか。そうなんですよね。そう、2号が4番目になるとまくれちゃうかなっていう感じなので、うん、2号ですね、これ基本はとりあえず押さえておく、3番、7番がいた場合、うん、109点、111点抜くのちょっと苦しいですね。うん、ただ、ただ苦しいんですけど、もう3番の後ろの人は115点ですから。あ、そっか、ね、そうですよ、7番7番点数高いんですよ。高いんですよね。だからここにいい位置にいて、仕掛けていく。3番が外に行ってくれれば、うんうん、そのスピードのそのまま後ろで、そう、後ろでちょっと間狙って、うん、どうもみたいな感じ、うん、どうもみたいな感じになるのかなっていう。7はちょっと注目、7はね、注目していただく、注目していきたいですね。7番、うん、7番が来た時にちょっと3番はどうかなっていう、ちょっとね、薄めに、この辺ね、どこでもあります、うんうんうん、こうなった場合、ちょっと、はい、
今回は競輪選手の気持ちになろうと思って競輪選手の衣装、ユニフォーム着てきちゃいました。サイン入りです。私が予想したのはまず、257、まあ運と直感でこれは、ちょっと選んでみました。あと得点が高い人で、はい、ペアを組んだのが、7と5ですね、あと2と7、ね、先行とまくりが、高い人で決めたのが1、2、3、1、2、4も考えてます、いいね、はい、なんかすごい競輪やってるお父さんみたいな予想になってるそれ100円ずつでいいかな、とりあえず100円ずつ、はい、100円ずつ、はい、投票し購入してください。購入、はい、あとなんだっけ、1、2、3、はい、戻る、これは3連服の方がいいですかね。3連服の方がいいかな。ね、1、2、3、これ69倍つくよ、70倍、やば、あ、え、ごめん、締め切ったかも、マジか。まず地元が行きます。あと一周ですね、はい、地元が先行します、はい、地元を先行してきましたね。で中段が深谷さん、深谷さんですね、はい、2番ですね。そうです、ここでまくっていけばいいんですけどね。あー来たー、257で、オレンジもちょっとピンクがちょっと、ああちょっとブロックしちゃってるかな。あこんなに勉強したの全然違うじゃん前回こう勝てなかったし鈴木鈴木のバカ野あなたの応援が競輪ギャルの軍資金に。応援ボタンを押して一押しギャルを応援しよう。詳しくは競輪ギャルと検索。